痛み止め出しませんか。ヨーロッパ行くと出しませんけどね、歩いてくる患者さんなら痛み止め一錠も出しませんけど、ね、で日本は出すわけですよ。でその痛み止めの中にロキソニン、ボルタレン、アスピリンっていう薬があります。飲んだことある方います？こういう薬。あ、ありがとうございます。あ、ありますね、同夫婦でね、飲まれたことあるんですね。この薬たちは今副作用があまりにもひどいので世界中で試験はしていけないことになっています。禁止されてます。これどういうことかっていうと、例えば広瀬さんがね、体痛いからといってロキソニンっていう薬が本当に効き目があるかどうか飲ませて調べてみようっていうことをやってはいけない決まりになっています。世界で世界中で試験すら禁止されている薬、旦那さん奥さんに飲ませたいです。旦那さんに飲ませたいですよ、試験。でもお医者さんたちは飲ませたじゃないですか。ねえ、ちょっとひどくないですかこれ。でこれ私何をね、皆さんにお話お伝えしたいかというと、これ整形外科学会が言ってるんでしょ。日本整形外科学会が言ってるんですよ。上の方でこういうこと言ってるわけですよ。現場、病院でやってること全く違うことやってますってことを知っておいてもらえる。